北山田水源寺ですね、こちら。はい、あれ向こうに見えるのが尾道市立大学です。で、ぐるーっとね、この湖、ダム湖畔の周り、今バイクでぐるーっと回ってきました。そしたらね、このちょっと小さい公園みたいなところがある水の神様かな、はい、お待ちしてるここらがあったりとか、ちょっと可愛いフレンズだったりとか。で、今日は暖かいんでね、天気もいいし気持ちいいですよ。魚釣りは禁止です。じゃあ次行ってみます。じゃあね、学校も今はオンライン、もう春休み入ったのか、入ってるね、はい、学校には生徒さんはいません。はい、初めて来ましたけどね、静かで落ち着いたいい場所です。なんだこれは、これは、バイクは通れんじゃろな。なんだこれは、ちょっと気になるな、ちょっと気になるね、ちょっと気になるな。あ、こんなとこ突っ込んだら電源出れんようになるわ。やばいやばい。見えてるな。よいしょ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 。なんだこれは。よいしょ。重たいんだよな、このデブル自体が。よいしょ。ここはダメ。段差があったんだね。どうしよう。大丈夫な道なんでしょうか。落ちれば終わりですよこれ。おお、なんだこの道は。すごいな。大丈夫なのかこの道は。これは遊園地みたいな、これ。
砂利だ。気をつけて、気をつけて。おお、なんか出てきた、なんか出てきた。あんなとこでこけたら大変だね。危ない危ない。これ変にこう段差があるとき頭が突っ込んだらこうバックできないもんですね。あれ重たいけん、またレベルが意外と。チャンネル登録者1000人記念に立ちこけとかってもうシャレにならないですよね。お、なんかトンネルがありますよ。あ、わかった、わかった、わかった。このトンネルあれだ、なるほどね、なるほど。ああ、ここにつながるんだ。はい、バイパス降ります。はい、こちらのね、信号のところ、左折したところがさっき行った道ですね。はい、今ぐるっと回ってきました。まあでもこの道通るよりは絶対あのバイパスに入ってあの行った方が早いですね、多分。ビンゴ運動公園の方曲がってみましょうかね。